どうも皆さん、ディーゼルを愛してやまない男リュウです。さあ本日なんですが、私エイムズ実装されてからディーゼルばっかり使ってるんですけれども、ディーゼルのですね、新しいですね、戦術をね、発見してきましたんで、皆さんちょっとご紹介していきたいなというふうに思っております。名付けましてぴょんぴょんディーゼルです。ぴょんぴょんディーゼル、何をするかというとですね、ディーゼルって何が強いかって皆さんご存知ですか？ディーゼルってギャングアクションがめちゃくちゃ強いんですよ。ピョーンって飛んでいくやつですね。これがめちゃくちゃ強いじゃないですか。だからこのピョーンっていうやつをめちゃくちゃ無限に使えたら楽しいと思いませんか？これディーゼルって正直足遅いんですよね。なんですけどこのギャングアクションの飛距離がすごくてですね、このギャングアクションの距離を使うとかなりの距離移動できると。だからこれは攻撃にも使えるし防御にも使えるわけですよ。なので今回はですね、普通にそのスプリンターとかってこうお金を奪って逃げるっていうことするじゃないですか。それをディーゼルでやってみたいと思って組んできました、バレット。今回どういうバレットにしてるかっていうと、本当はねこれ全部ギャングアクションのバレットがいいんですけど、そのギャングアクションを伸ばすオレンジ色の周りがオレンジ色のバレットだと、なんとですねギャングアクションが溜まりやすくなるんですよね。これねギャングアクションが溜まりやすいってディーゼルめっちゃアドなんですよ。すごくてこのギャングアクションの溜まり具合がで、持ってる人はギャングアクションか GA 回復をね、まあ、2個か3個積んでもらったらすごい早いと思うんだけどね。僕1個しか持ってないんで GA 回復なんで、 GA 回復1個なんですけど、多分 GA 回復を2枚とか積んでなんかやってもらえばものすごいことが起きると思う。これによってこのディーゼル何が起きるかっていうと、ぴょん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 飛べるんですね。言ってる意味わかりますかね。そのギャングアクションの回復がすごい早くなってるのと、ギャングアクションを回復するっていうのがあるんで、これ今回 SR なんでギャングアクション回復が実は 75% しかないんですけど、多分 UR であれば持ってる人はギャングアクション回復 100% とかあると思うんですよ。なんでギャングアクション回復 100% はさすがに強いです。だからジャンプピョーンピョーンってジャンプして、でギャングアクション回復してまたピョーンピョーンって飛ぶっていうことができるから、めちゃくちゃ強いと思う。とりあえずね、これね、今ね、もう残り1分半ぐらいなんですけど、これで、攻撃回収使ってゲットしました。逃げます。行きましょう。はい、1回目。で、ギャングアクション回復して、2回目。で、もう1回、2、行きましょう。で、3回目と。すごくないですか？めっちゃ逃げれるんですよ。この距離稼げますからね。すごくないですか？今、こんだけ足遅いですけど、今、70ゴールドぐらい。あー、今、撃たれてますね。これ今だいぶ撃たれてるんですけど、これここに逃げ込んでいきたいといったところ。さあ、撃たれてますね。さあ、撃たれてなんか攻撃されましたが、一応これを拾ってダメージガードからのまた逃げる。さあ、溜まったら逃げる。溜まったら逃げていきましょう。危ない危ない、攻撃されてる。いけいけ、こっからめっちゃ面白いんで見てください。逃げる。逃げます。これディーゼルですからね、これ。これスプリンターじゃないですよ、こいつ。これアサルトですからね、これ。で、またこっちから来る。で逃げる。すごくないですか？こんだけ逃げれるんですよ。でギャングアクション回復してまた逃げる。陰キャすぎるだろこの戦法。でもう一発逃げましょう。はい、これよ。これすごくないですか？この飛距離逃げるっていう。さあ撃たれてる、危ない。でこういう時はジグザグに走行しまして、いいですよいいですよ。ジグザグに走行すると意外とねエイムがね当たんないっていうパターンあるからね。ね、この逃げ性能っすよ。あんまり見たことないでしょ、こういうディーゼル。ちょっと新しいね戦術として皆さんに提案したいと思います。かなり楽しいです。なんかねディーゼルで逃げれるっていうのが、普通ディーゼルって打ち合うじゃないですか。こいつで、ね、なんかそのピョンピョンしてなんか他を圧倒して逃げてるのが超楽しいんで、ぜひね皆さんもちょっと逃げディーゼル、ピョンピョンディーゼル試してみていただきたい。すげえ楽しいです。持ってる人はね全部オレンジにしたらめっちゃ強いと思うんだよね。すべてのバレットをオレンジに統一する。で一応最後の現金輸送車の現金をゲットするのはさすがに広域回収がないといけないんで、広域回収だけはあった方がいいと思うんですよね。ギャングアクションの回復でこれオレンジってあるのかな。あった
からめっちゃ強いと思うわ。俺持ってないんだけど、でね、ガチャはねなかなかね難しいですよね、自分の好きなやつ当てるので。まあとりあえずね、あのレベルはまあそうは言っても上げないといけないんで、まず最初のあの動き方は同じで、ディーゼルの何が強いって、このギャングアクションで、あのこの現金一発で ATM か ATM 一発で壊せるんで、これでねこの辺にあの ATM バン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 ぶっ壊して、一発でぶっ壊してお金集めて次いけるっていう、やっぱお金を集めないとねギャングスキルがたまりませんので。さあ基本的にこれ普通さ、だってさディーゼルってさめっちゃキルするじゃないですか、普通めっちゃ相手をキルしてキルしてキルしてなんかお金集めるみたいな感じじゃないですか。違うんですよ、このディーゼルはでも、ね、逃げるんですよ新しくないですか。でもねギャングアクションでなかなか逃げれるキャラクターって結構アンチとかもいるけど意外と強いんだよねやっぱりね。さあ打ち合いには参加しません基本的には。やばい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 、で回復してオッケー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 、でゲットしてオッケー、逃げよ逃げよ逃げよ、さっさと逃げよ。あこいつは倒した方がいいか、いやあんまり打ち合わない方がいいぞ、あんまり打ち合わない方がいいぞ、そいつ強いぞ、そいつの攻撃力高いからな。あやばい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 、めちゃ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 打たれてる。ガード射撃とかねあればねいいんですけどね、持ってないんですよねガード射撃とか。まあバレット、あターゲット撃破早いな、ターゲット撃破早すぎでは。でこっからもう逃げの準備に入るんで、あんまりギャングアクションを使えてないんですよね。ギャングアクションちょっと温存しまして、であいつだけ倒しましょう。よしよしよし、でお金拾って、あこの辺にお金いっぱい落ちるね。じゃあここで攻撃回収使ってめっちゃ拾ったら逃げましょう。まず1回目ピョーン、はい、で2回目ピョーンで3回目ピョーンと、どうですかここまで逃げれるんですよ、すごいでしょ。ちなみにさっきも言いましたけども、ギャングアクション回復 100% を持ってる方はそれがあれば4連発いきます。逃げ4連発はさすがに強いと思うわ。さああとはねここのねここ意外とバレないんですよね。ここはここに籠城するっていう結構安全エリアで、今回は一緒にチームでやってるんですよ、3人チームで。なのでここに籠城してこの出入り口のところを仲間2人に固めてもらって、要は護衛ですね、この2人に護衛してもらって俺はここにひたすら居座り続けるっていう作戦でいきたいと思います。さあほら来たでしょ、今味方が今2人来てここで護衛してくれてるんですよ、今2人暇なんでちょっと追いかけっこしようかなっていう気持ちになってました。ではい降りて、さあ追いかけっこ行きましょう。まずはボーンってボーンってここまで行って、でもう一発バーンって行って強すぎだろこの戦法。もう一回バーンって行って、こんだけ距離稼げますからね、すごくないですか。やっぱねこいつのギャングアクションはマジでぶっ壊れで、必殺技で時間も稼ぐと。ぜひね皆さんもね試してみてほしい。だってこれ何キルだろうな、俺ってほとんどキルしないですよ。普通こいつ使ってると10キルとかいくんだけど、これ今キル何キルだろうな、今回1キルです。どうですかこれ、すごいでしょこれ、なかなか新しいだろう。ということで皆さんもぴょんぴょんディーゼル使ってみてください。